皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-1165、異常な市街地、オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル、SCP-1165 は民間人の往来から永久に隔離し続けなければなりません。SCP-1165 への入り口はフェンスで囲い、英語及びスペイン語で書かれた、高濃度の有毒物質による汚染を警告する貿易表を掲示しなければなりません。私服警備担当者が入り口を監視し必要に応じて許可なき侵入を止めるよう行動しなければなりません。SCP-1165 に面した扉や窓のあるすべての事業所は、出口を壁で覆い施錠するか、他の方法で安全の保障されない接触を防ぐように勧告しなければなりません。SCP-1165 へ接触しようとする自治体の、あるいは多目的用車両も西側の入り口から入場し東側から退場させなければなりません。SCP-1165 へ侵入するすべての調査チームは機動部隊TAU-1165、スニケルウェイズ、抜け道、からの分隊規模の分検体を随伴させなければなりません。SCP-1165 内部で行動する人間は全員、GPS 発信機、無線通信機、カメラ付きヘルメットを常に携帯しなければなりません。夜間内視、悪天候や過負荷送電による停電の可能性がある際には SCP-1165 に侵入して調査をしてはなりません。許可を得ず SCP-1165 に出入りする人間は拘束し聴取し、クラス B 記憶処理を施さなければなりません。SCP-1165 から出現したあらゆる人間は、敵対的ではないという判定が下されるまでは、敵対的であるとみなします。説明。SCP-1165 は、に所在する一本の路地とそれに接する異常な市街地で構成されます。20世紀初頭までに、路地は、の繁華街の東西に約 0.3km にわたって伸び、東西を、ストリートと、ストリート沿いの地区で区切られ、南北を、ストリートと、アベニューで区切られています。市の記録では20世紀初頭に、の通りが初めて舗装された時にこの路地ができたとされています。隣接する建物の建設と再建、設備工事、1900年の再舗装を除いて、それ以来大きな変化のないままです。路地に西から侵入したり、東から出たりした場合、異常な効果は発生しません。侵入者が路地の東側から入り西へ向かった場合、36% の確率で、ストリートに出ることなく他の手段では到達不可能な通りに出ます。この通りは他の通りの網目と一定しない様式で繋がり、それらの通りはこの路地以外から到達することはできません。これらの通りはほとんど常に四つ辻の交差点となって現れますが、配置は非常に不規則であり不意に始まり、あるいは終わります。SCP-1165 内で現れる信号、街灯その他電気設備は現在のところ道の供給源から電力を受け、機能するのに人為的な操作の様子が見られません。SCP-1165 の通りにはほとんどが20世紀のアメリカ風建築の典型例となる建物が並んでいます。それらの大半が商業店舗や産業的に自然なものであり、6% 未満が住居であると見られます。現在までの調査で、17% が、地区にあることが知られる建物と酷似しているか同一であることが判明しています。24% は他の場所で見られるものと似ており、特に路地の入り口から見て北の彼方に300メートルのエッフェル塔に似た建造物があることが判明しています。道路標も同様に基地、道の名称を表示しています。自動車や人間は SCP-1165 内部で発見されておらず、調査記録1165を除く、動物や昆虫も発見されません。植物は草と花、小さな木に限定し、育っているのが建造物の庭や路上で見られます。SCP-1165 は路地の入り口を中心に全方位に向かって拡大しています。現在までに、財団のチームが完全な調査を行い SCP-1165 の27平方キロメートルに及ぶ地図を作成し、領域が、街区全域を含み周辺区域も多い、湾岸及び、にも拡大しています。SCP-1165 の地理上の境界はまだはっきりと確定していません。調査記録1165によるものを除く。SCP-1165 内で発見された通りと建物は1900年に初めて財団が調査のための侵入して以来変化していません。毎回 100%、侵入者は入り口の路地へ戻ることで、ストリートへの帰還に成功しています。携帯電話や GPS 機器は SCP-1165 内部で機能し続け、持ち主が路地の西側出口から移動したものと同等の位置を示します。
1900年に著名な、の政治家、が当該区での徒歩遊説活動中に一時行方不明になったことにより、財団は SCP-1160 を発見しました。警察は遊説中に、が最後に把握できた場所と SCP-1165 に遭遇した路地を特定しました。警察がこの異常現象を財団へ通知し、財団の管轄下となりました。しも彼の徒歩遊説もこれまで見られません。SCP-1165 内部での発見の詳細は調査記録1165を参照。調査記録1165。1900年の発見以来、財団は SCP-1165 に対し283回の侵入を行ってきました。以下はそこでの探査中に得られた特筆すべき発見の要約記録です。要約記録のアクセスにはレベル3が要求されます。アクセスにはサメシ博士に連絡してください。調査1651。日付。1900年。月。日。発見。財団にとって公式な最初の SCP-1165 への侵入。調査員は侵入地点から1平方キロメートルの範囲を調査した。探査コースは路地の出口2から続くもので完結しており、入り口より東の地点は発見できなかった。大気、土壌、植物の標本を採取。大気と土壌からは異常な性質が見られなかった。植物の標本は強い異常変異が見られた。調査1653。日付。1900年。月。日。発見。機動部隊が侵入地点から 1.5 平方キロメートルの範囲の13の建造物の内部を調査し、うち8棟を基地の類似した建物と同定した。これらの建物の間取りは基地の建物と一致していることを発見した。写真撮影により家具の配置や修繕状態その他が非常に類似していることが示された。特定されない建物は一般的でない間取りであり、部屋が互いに非常に型にはまらない様式で接続され、不規則な取り付けの設備のあることを発見した。建物内の調査で全てのドアと窓は施錠されていないことが分かった。さらに調査したところ全ての施錠できる物品、つまり収納棚や金庫なども全て施錠されていないことが判明した。調査1165。日付。1900年。月。日。発見。ベストバイ家電量販店に似た建築物から2台のデスクトップコンピュータを回収した。両方のコンピュータとも調査当時に流通していたインテル製 PC に似たハードウェア仕様であることが分かった。いずれのコンピュータも工場出荷状態の Windows 95を動作させ、ユーザーによってインストールされたソフトウェアや個人設定は見当たらなかった。いずれも非常に異常動作をし、Windows は頻繁にゼロ除算エラーを表示しブルースクリーンの深刻なエラーメッセージによりクラッシュし、他のソフトウェアも頻繁にハングアップもしくはクラッシュし、システム計算機は簡単な計算問題に対しても不正な答えを導いていた。コンピュータからコンポネントを取り除き他のマシンに搭載し、ハードドライブを初期化し新しい Windows 95をコピーしても同様のエラーが発生した。調査1165-28。日付。1900年。月。日。発見。侵入地点から 5.3km のエリアを調査中、機動部隊は40歳前後の成人男性と遭遇した。彼は自身を、と名乗り、この人物は1900年当時6歳で行方不明になった旅行客である。SCP-1165 から彼を連れ出す際の聴取の中、は彼自身と他の滞在者が夜間に路地を通ってそれとは知らず酩酊状態で SCP-1165 に侵入し、翌日目が覚めると道に迷ったことに気づいたのだと主張した。打ち捨てられた場所を見つけ、住居に居座り始め、近隣の建物、特にコンビニエンスストアに似た建物で食べ物やアルコールを漁った。は友人がどこにいたのか言えない、もしくは言おうとせず、その問題を提起された際には明らかに苦悩する様子だった。にクラス A 記憶処理を施し数千キロメートル離れた。に移動させた。コンビニエンスストアは、の案内により SCP-1165 内部で発見された。コンビニエンスストアは通常と比較して食料品が十分に貯蔵されていることが分かった。食品は新鮮で食べることができるが、の原因となると知られる成分が通常より多く含まれていた。ガソリンポンプは給油所に取り付けられ、ガソリンが発見されたが、裸火を当てても爆発しなかった。店内のカメラはいかなる食品の補充も置き換えも記録していなかった。調査1165-68。
日付、1900年、月、日、発見機動部隊が調査28で発見されたコンビニエンスストアに戻り監視装置を置き換えた。食品は未だに新鮮で食べることが可能であると分かった。最初にカメラを設置してからいかなる活動も記録されていないにもかかわらず、以前訪れた際には存在せず当時購入できなかったいくつかの商品が発見された。調査線16503。日付、2000年、月、日、発見。侵入地点から 8.7km のエリアを調査中、機動部隊は1956年製のスチュードベイカープレジデントと特定された自動車が4車線道路の端に駐車されているのを発見した。車は非常に手入れされており運転可能な状態であると分かった。ガソリンタンクは空で走行距離計は累計2638マイル、4245km 走行したことを示していた。トランクには様々な衣類が詰め込まれたスーツケースや子供の玩具、ベビーカーが積まれていた。夕刻が迫っていたため、周辺の調査でその日中には SCP-1165 に車を放棄した持ち主の居場所を探すことができなかった。調査線16005。日付、2000年、月、日、発見。スチュードベイカーが発見されてから3回目の捜索で、機動部隊は狭い路地で壁にもたれかかる白骨の遺体を発見した。遺体は黒のスーツと中折れ帽を身につけた成人男性で、38口径リボルバーを右手に握りしめていた。リボルバー内の弾は使い果たしていた。スーツのポケットから見つかった財布の中の身分証から、遺体は1956年に妻子と家族旅行中に行方がわからなくなっていたと報告される。のものであると特定された。死因は特定できず。のスーツには外傷の痕跡がなかった。使い切ったコダックの白黒フィルムの入ったカメラが、の首から紐で下がっていた。後の調べで、フィルムの多くはと家族の写真であると分かった。最後の8枚は SCP-1165 内部で撮影されたものと特定され、調査員によって特定された建物が映っており、いくつかはすでに存在しない。最後の写真は、を写していた。調査線16541。日付、2000年、月、日、発見。空中調査を行うため、機動部隊が平床トラックを用いてヘリコプターを SCP-1165 内部へ輸送した。飛行チームは地上から500メートル以上の高さまで上昇し、SCP-1165 が全方位の水平線まで広がり、いかなる空間上の壁も見られないことを観察した。飛行チームはエッフェル塔上空まで飛行し、それが侵入地点から 27.4km 離れたところに位置し空中からわかるあらゆる方法でオリジナルと同一だと特定した。チームは SCP-1165 の端が見つかるか燃料の許す限り西へ向かうよう指示された。500メートルの高度で 103km 飛行した後、パイロットは高度計、コンパス、気圧計、風速計、GPS 機器が機能を停止しチームは地上を視認できなくなったと報告した。本部チームも同時にヘリコプターと GPS 通信できなくなった。チームは緊急着陸するよう命令された。パイロットは降下を試み、地上を視認することができずヘリコプターの下には見る限り青空と雲しかないと報告した。パイロットは機具雷を反転させ、本部チームの方へ戻ろうとしたが、連絡と GPS 通信を回復できなかった。本部へ帰還する試みが6時間成功しなかった後、パイロットはヘリコプターの燃料が切れ自由落下状態になったと報告した。7分経っても地上に到達せず、パイロットとチームは銃による自決に同意した。機内ビデオはバッテリーが17時間後に切れるまでヘリコプターが大速度で落下していることを記録し続けた。ヘリコプターも乗員の遺体も発見されていない。調査線16545。日付、2000年、月、日、発見。機動部隊はバッテリーを増設した無人航空機、UAV、を SCP-1165 に輸送した。UAV は調査141でロストした飛行チームが最後にいたとわかる場所へ向けて発射した。UAV は問題なく接近したが、エリアを測定することができなかった。1500メートルの高度で侵入地点から 113.4km 地点を越えて飛行したところ、UAV の計器と GPS は故障し地上を視認できなくなった。重要でないシステムはバッテリー寿命最大化のためにスタンバイモードへ移行させ、UAV は自由落下状態に入った。年後の現在に至るまで、UAV は未だ送信を続け自由落下状態にある。
この調査を受けて、これ以上のすべての空中調査はあらかじめ却下される。調査船165174。日付、2000年、月、日、発見。解雇予定待ちの8名の D クラスを2つのチームに分け、それぞれ予備燃料と監視装置、環境センサーを備えた自動車を与えた。各チームを SCP-1165 に送り込み、町の最西端へ運転するよう指示し、先に到着したチームを自由にすると伝えた。侵入地点からそれぞれ 128km と 201km の地点で、両チームは調査141および145と同様の現象に遭遇した。地下発信機は D クラスたちの生存信号を発信し、うち3人はその後即座に自殺あるいは集団自決をせず、死因は脱水だった。侵入地点から 100km 以上離れたエリアの調査要求はすべてあらかじめ却下される。調査船165193。日付、2000年、月、日、発見。調査141および145での空中写真を用い、機動部隊はエッフェル塔へ向かい周辺調査を試みた。空中写真によって示されたあるべき場所へ到達すると、機動部隊は塔ではなく、ハンソンスクルーズ。と銘打たれた工場を発見した。塔は視覚的に侵入地点で見えたものと同じ方位起点に視認され続けた。塔に接近する3度目の試みの際の注意深い観察により、塔は機動部隊が接近しても全く近づけないようであることが分かった。4度目の塔への接近の試みはチームが侵入地点から 100km 以上を記録しそうになったため中止命令が出された。調査船165246。日付、2000年、月、日、発見最初にエッフェル塔が位置すると思われた場所の付近の調査中、突然の停電が、エリアでの無線通信を止めた。機動部隊との全ての連絡は途絶えた。電力は日没から9時間後まで回復せず、この時点までに機動部隊との連絡を回復しようという試みは失敗に終わった。SCP-1165 内の夜間捜索が許可された。捜索救助部隊が機動部隊が最後に位置した場所に到達すると、機動部隊の車両が交差点に駐車され放置されているのを発見した。無数の使用済み弾倉が地面に円を描くように円の内側に散乱していたが、車両自体は全くダメージを受けておらず周囲に血痕や死体の跡もなかった。機動部隊のうち1名が、6区画離れた路地でひっくり返したゴミバケツで地震が築いたバリケードに隠れていたのが発見された。隊員に向けて放った弾薬をすべて使い切っていた。聴取によると、生存者は分隊の残りは死亡したと主張したが、どのように、なぜそうなったか言うことができなかった。生存者は連絡が途絶え捜索救助チームが彼を発見するまでの間何が起こったのかについて非常に混乱しており、と繰り返すだけだった。調査船165248。日付、2000年、月、日、発見。調査246によって探査されたエリアの追跡調査の間、ある倉庫の開いた入り口で著しく変形した人型の死体が発見された。機動部隊によって撮影された死体の写真から、非常に腐敗し触れることができないと分かった。死体を観察した機動部隊の隊員は胸から下は正常に見えるが、腕部と頭部がなく、上半身はおよそ1ダースの太い加速に分かれ感覚器官が見当たらなかったことを説明した。外見上の死因は複数の銃創だが、どの傷口からも出血した痕跡がない。死体は黒のスラックスを着用している以外は裸だった。機動部隊の隊員は調査中、倉庫の暗闇の中に動く影が見え、ラジオの雑音に似た大きな雑音が聞こえたことを報告した。機動部隊の指揮官は SCP-1165 から退避し死体は放置することを決定した。死体のスラックスから37米ドル、いくつかの店の割引券、ジェームズ・ケイ、スティーブンソンの運転免許証の入った財布が発見された。スティーブンソンはレベル1クリアランスを所持する財団のホーム顧問で、ペンシルベニア、フィラデルフィアのフロント企業に勤務しており、SCP-1165 に関わる活動には参加していなかった。聴取に対しスティーブンソンは SCP-1165 の知識がないと主張し、そして、に行ったこともないと証言し、自身の財布と運転免許証を所持していることを証明した。両方ともに死体から回収されたものと同一だった。退避前に死体から採取した体組織標本はスティーブンソンと 99.99995% の角度で一致した。調査船165249。日付、2000年、月、日、発見。
2倍規模の機動部隊文献隊が調査248で発見された倉庫へ送られた。当時発見された死体は見当たらず、倉庫と周辺の建物10億もなく捜索しても死体やそれに近いものは発見できなかった。この倉庫の1平方キロメートル以内のエリアのこれ以上の調査はあらかじめ却下される。以上です。いかがでしたでしょうか。それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。